失礼し,し,ま,したあます。<laughs> うようねフ <laughs> <laughs> はい皆さんこんばんは金曜日の夜の10時アイスラジオそのままのあなたが好きのお時間になりました <laughs> 早速あのねツイキャスのコメントをいきなりヤマピー <laughs> 珍しくヤマピー一発目にあのコメントいただきましてかなこラジオの時間ですかはいそうですよノリノリで素晴らしいはい一人でノリノリで頑張りたいと思います皆さんついてこいよ <laughs> はい沖縄大好きさんこんばんはあーやんきちさんカルちゃんこんばんにゃこんばんにゃみんなありがとうさあなんかね多分ね本当に一人でやるの初めてかもはい、はい、今日はですねミキサーにねキャプテンが入ってくれてますそして自分もいますはい、はい、キャプテンもいますそして横にキャンチーもいますどうもー <laughs>、はい 今週も毎週この番組はね、自分を愛するというテーマでお送りしております。えー、今週どんなふうに自分を愛したかなとか、えー、いろいろそんなエピソードなどありましたら、メールなどいただけたら嬉しいでございます。そして、えー、コメントでもくれたらとても嬉しいです。メールはですね、797-fmgui.com までお寄せください。ぜひ、ぜひお寄せくださいね。 f m ギノ o のキャプテン山 P から来てますよ、はい、応援メッセージ。山本さん、ありがとうございます。<laughs> さあ、今週どうですか、皆さん、自分を愛する、愛しましたかどうですか、お二人方、愛しましたかはい、一応、愛してますよ。<laughs> いいね、いいね、いいね、いいね。キャプテンはちょっと、自分はちょっとへ,へこんでます。へこんでるんだ。 じゃあそんなへこんでる自分もハグしてあげて頑張ったねって <laughs> ね。で今ね私今このラジオ入るちょっと前まであのー、何週間か前にもゲストで出てくれたソウルフルスヒ術のまの、あ、私の、まあ、先生にあたるしのさんっていう方がインスタライブやってたんで見てたんですけどそう久しぶりにあそうそうそうって思ったことがあってなんかちょっと前までそう今年ね 辰年でしょでその今年ねその数比術では8の年って言われてて飛躍するのよみんなすごい何でも飛躍する年って言われててでしかも立年だからその立つがこうやってぐーって登ってくじゃん上にねでもそうめっちゃこう左右にわーってぶれて上に行くわけよだからだけどその立のひげを絶対みんな何 あれだよ話すなとそしたらこう,こう横にぶれながらもう上に絶対登ってくっていう感じなんだってイメージ的にだからさこうなんかみんな飛躍する時に <laughs> ポーンと行くわけではなくてもうさ「なんだこんなことなんでこんなこと起こるんだ」みたいな今まで起きないこと起きなかったなんでこんなことなんか自分に試練が来るんだろうみたいなバーッてぶれるけど上に登ってくみたいなイメージなんだって。 だからさ、埼玉の郷さん、やあやあ、お、ドラえもんなんでドラえもんやねん。<laughs> なんでドラえもんになったか <laughs> そう、だから、みんなさ、今年はさ、山 <laughs> じさ去年から試練続きで <laughs>。今年はさ、またその試練を乗り越えたら、 去年以上に飛躍するんだよ、みんな。ね。ヤンキチさん、カナちゃん、毎日声出してるか、歌ってると思うけど、そう、あのね、私ね、歌ってるんですよ。私、毎日ね、毎日毎日、昨日はできなかったりあるんだけど、今ね、配信アプリで、配信してるので、配信してるときはね、ほんと2時間とかぶっ通しで結構歌ったりして、歌ったあとぐったりするぐらい。 はい、あのカラーシングというね <laughs> あのアプリで歌ってますので皆さんお暇な時は聴きに来てくださいお金とかかかりませんからねはい埼玉の郷さん「試練の山」すごいねみんな試練の山だねいいねいいねでもさなんかさそういう山が来たらさ楽しみにならないならないか私最近あ来た来たって思えるようになってきたあ なんか来たぞこれ私また一段階登れるんじゃないかなみたいなそんな風に思えるようになってきただからなんだろうねだからさその山を越えたら自分が成長できるとかこう上が見えた一回その見える景色を味わったらちょっと楽しくなってきたよ <laughs> 山下さんの試練の真の部分だけ今度教えてくださいオッケーとかね 軽いね。<laughs> 常に試練いいねいいねそうだからなんかさそうあとさそうこの「自分を愛する」っていうテーマのこの番組なんだけど私今日今ねインスタライブも朝ね私が FM 小座に出勤する日は朝インスタライブをやってるんですけどそこでつらつら自分のね話をしてるのあの 山内さんいいこと言ってるじゃん。今は素敵な人たちに囲まれてるので、そんな気持ちもわかるよ。そうだよね。素敵な人たちに囲まれてるよね。間違いないよね。ね、キャプテン。いきなり振って。<laughs> はい。埼玉の郷さん、試練を。試練を。 楽ししさに変えるる努力してるそうそうそうそ,うそれそれそれねそれいいよね。k o さん、キャナコちゃん、出勤のインスタライブでも泣くんだもの。<laughs> そう。あのね、やっぱ歓喜は待ってくると泣けてくるよね。うん、とでもこれでもなんかね泣く回数が減ったと思う私、今。でもたまにやっぱりこう魂に触れるとやっぱりすぐ泣けてくる。泣いてる。 なんかたまに泣,る泣くよね。なんかやっぱでも辛いとかじゃないよ。やっぱりありがとうとか感謝とか思い出したらやっぱちょっと泣けてくる。うん。今日も若干危なかった。<laughs> そうねで。今日もさ今日のインスタライブの続きもさまあちょっと話したいのはそうあのー、私だからそのなんだろう自分と向き合うことを始めた時にまず かかなこさんんは何をしたいんですかどうしたいんですかって言われてなんかね例えばさいろいろこう子どものこととかも悩んだりとかするじゃないでもかなこさんはどうしたいんですかって言われた時に私がどうしたいってどういうことだろうっていう次元だったんだよねえ子どものためには私がするのが当たり前だし私がしたいっていうより私がしたいのは子どものためにしたいですでも子どものためじゃなくて自分のためには何したいですかって言われた時に おーすごいちょっと待ってみんなすご,すごいじゅんじゅんさんも来てくれた合ってるよねじゅんじゅんさんみたいな感じがさじゅんじゅんさんで,、ね、さんんさんでってるよねすごい夜まで来てくれてる嬉しい昼も夜もみんなありがとうありがとうありがとうこういうことだよ,こう,うこ,とだよこういう服うってみんなこうヤンキーさんもみんなこうやっていた泣けてくるじゃんこういうのがこういうのが泣けてきちゃうんだよやだなーもうみんな <laughs> あんたなんちょっと待って、泣かせる気ちょっと待って。あ <laughs> あ、あ天狗明まで来たじゃないですか。<laughs> 天眼さん、埼玉の郷さん、子供のためにフォローするのが親、して子供ができるところまで見守るのも親、そうそうそうだよね。そう、なんだけど、なんかさ、一線を越えちゃうと自分を、自分も犠牲にしすぎて、苦しくなってたの、私の場合。 犠牲しすぎちゃった。いや、泣くの泣くなよとか、ちょっとなんか、んかいや、怖い、でもや、やばいわ、やばいやばい、なんか、やばい、やばい、泣けてきた。<laughs> 信じられないちょっとああ、いや、すごいね。なんかさ、ああ、<laughs> いや、嬉しいね、嬉し、い嬉し泣きだよ、嬉しいじゃん。 嬉しい。<laughs> 嬉しい。ちょっともう、待って、これ、これ、あ、こっちか。こっちでやるのか。ちょっと待ってよ。いやー、なんか嬉しいね。こうやって。いや、実はね、なんか、なんだかんだやっぱ一人でやるっていうのが、あー、怖い。あー、怖かった。<laughs> そう、今の状態が幸せ。ちょっとみんな、ちょっと待って。<laughs> チェッカーズムソさんも来てくれたありがとうなみんな来てくれて嬉しいじゃん <laughs> なあ嬉しいじゃんそう今だからさなんだろうね自分のチャレンジもいっぱいしてるしさねそれをさでもこうやってさみんなさ見守ってくれてるからさ嬉しいよね本当にリスナーのみんながさインスタライブやれば来てくれたりさ ね番組変わってさやっても来てくれてさなあ嬉しいよ本当にありがとうって思う本当にありがとうみんななあなあこれさちょっとコメントちょっと待ってよこれをどうやってこれあこうこういうことだうん山内さんかなちゃん本当に偉いよな最初はこんなに素敵な方とは思わなかったよ本当に助かってる <laughs> やばハやばう嬉しい えでもさヤマピーもヤマピーだから私ここまでできたと思うよ多分 f m ギノワンにさこうやって出会えてさね f m ギノワンの社長がさくでもなかったらさここまでできないさねうんそのままでいいよって言ってくれたしねいつもねうんなんだ集大成かしゅなんだよ今日はなんだ終わりか今日は何なんだ今日は念願さあらまあ泣くなよえ大好きな沖縄大学さえん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  <laughs> 縁って言葉素敵ですね。そう、ほんとね。みんなと出会えた縁はほんとに最高ですよ。宝物です。うん。郷さん、相手の、相手に追求してくる音、相手に追求してくる大人は親としてどうだったのかって追求したくなる。親に追求してくる大人は親としてどうだったのか。ちょっと待って、難しいぞ。<laughs> 難しいぞ。カネちゃん、この状態が幸せ。ね、チェッカーズもそうさ。 小はえ、泣いてるの泣いてないよ。目に高齢が入ったな。<laughs> 面白いね、本当大ラジオ、生で泣けるのは素敵本ほんと引き寄せだと思うよ。かなちゃんの笑顔は元気がで元気で嬉うしい。そう。嬉しい。なあ、それはめっちゃ泣くと思う。店外のフォローも忘れんでもろて。<laughs> 確かにキラキラも素晴らしい。いや、そう、本当ですよね。感動ですな。はい、こちら。はい、こちら。<laughs> だから。だからよ。だからよ。お。待って,て、<laughs> 待って。待って、待て。入ってくればいいじゃん。入ってくればいいじゃん。<laughs> 入っといでよ。なんか今、ちらっと見えたよ。 そう、山内一郎天眼キャラの2人は最強。そう、本当にそう思う。うん。私だから本当にこの FM ギノアンと出会えてね、ヤマピーと出会えてね、良かったなと思う。本当に。そこして、そしてさ、天眼あきらさんとも出会えてさ、<laughs> FM コザとも縁があり、うん。キラキラでしたよ。<laughs> 今、キラキラさんでした。2>, 2人の銅像を立てようかね。そうだね。あの、ドリフみたいになったよね、昔ね。 動像みたくしてさ、みんなでなんかパイノリってなんかやんなかった？<laughs> ドリフであったよね。それやろうよ <laughs> ヤマピート。定間明彦さん。<laughs> なんかの時に。今度は周年だね。あの次九周年かな。あったね。そういうのでやめてあげて<笑><笑>あー。ああ嬉しい。ああ嘘。なあねそう,ねそうさ本当に私この三年前ぐらいまでは。 自分を愛するとか分かってなかったし自分を大切にするって本当に分かんなかったの。これはなんか本当にね小さい時から家庭環境の中でなんかこう親のためにとか家族のためになんかこう笑わせなきゃいけないとかうーんなんだろうねお父さんとお母さんが仲悪い喧嘩してるのを見たりとかするとなんか自分が笑わせないととか仲良くさせないとみたいなとか。 だから知らず知らずにさこう人の顔を伺ったりそれが当たり前だったのなんか自分よりも相手みたいななんかそういうやっぱ小さいというかそういうのがもうなんか癖になってて自分を大切にしていいんだよって言った時にえだって私は誰かのために生きるのが自分の幸せですみたいな状態だったから自分のためってどういうことっていう状態だったのでも今はやっと分かってきたけどねうん。 自分のためだから子供のためっていう前に自分をどう幸せにさせるかそのそれからちゃんと子供に対して幸せにさせてあげるってことはもう簡単にできると思うっていうところだよね一旦 CM いきますかねはい、はい、じゃあキャプテンお願いします ャスちゃんと入ってる座りますか座ります座ったらいいんじゃないですかどうぞどうぞどうぞああ誰でしああああでああ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  どちゃん、<laughs> はいアイスラジオそのままのあなたが好きのお時間です CM 開けましたはい皆さんコメントありがとうございますさあ、CM 中に天安あきらさん FM 小座の代表さん,ん代表が 入ってきてくれました。行きますよ皆さん。え？はい、ここで？ここでね、テガさんがね、あの趣味の自撮りを始めました。<laughs> はい。みんなほら埼玉のこうさん、テガさん、ヤマピーもアイキラキラ,キ,キラキラ、こうさん、キラ,キラキラ、ニョ <laughs> キアキラ、キラキラ、きさん、天に願うさん。ヤヤマピー昼ラジのオープニング変えようだって。 あきらよツイキャス消せっ <laughs> エン,キンアキラやっほーチョックんだいりっチョくんだいりだってそうですねヒルラジのオープニング変えたいですねヒルラジのオープニング変えようか、うん、こういう時また変えましょうはいよう、うんうん、そうしようねじゃあヒルラジのテーマソングは何にしますかひヒルラジのテーマソングゴソゴソうるさいですよ <laughs> <laughs> うるさいですよ。さあ、引き続きまして、はい、泣きます。<laughs> 泣きなさい。セ<イ>笑いなさい。はい。はい。え、笑っちゃいましたね。<laughs> 泣くどころか、笑っちゃいましたね。ねいやー、まさかのさ、今日びっくりした。うん、こんなにみんな来てくれると思ってなかったから、すごいびっくりしちゃった。ねえ。 <laughs> みんなさ上手だよねこういうさ親父ギャグ親父ギャグ、ね、ああそう本当、はい、どうですか,あのせ,っかせっかく来ていただいたので今週<そ>自分を愛することとかなんかこうっきこうブレブレになったこととかなんかありますか心揺さぶられたこととかそうですねやっぱり仕事のことで、はい、大切なものは一体何なのか、はい キャンさん行きます。はい、チーズ。でのあやっぱり今何を守るべきものなのかとかもともと決まってはいるんですけど全てに対してバランスを取ろうとした自分が結局自分を壊してしまうというまあ本末転倒なことをね今日気づかされましい、大反省でございます。はい。ね。 <え>今日ね、本当にあのミーティングでね、うんえー、思いを、それぞれのスタッフの思いをぶつけていただきまして、うんうん、本当にすごい一日となったんです。はい、そうでも、私、あのミーティングでちょっと半分泣きそうだったよ、私、実は。あそこらえたけど、うんあ、こういうの素晴らしいなって思った。ねえ、ね、そうなんでです今日だかからやっぱりり本音でぶつかり合える 仕事の仲間というか今日実はあの FM こザ FM 技能案のミーティングがあってですねその時にマナティの感情が爆発しまして私はすべて受け止めましてはいそうそうやっぱりそのマナティの思いをちゃんと伝えたんでマナティはねそうそれをやっぱ全部余すことなく受け止めてですねそれそれやっぱさ言う側もさ勇気もいやすごいよあれだけいるのね だってそこにエネルギーを使うって、うん、まあね,ね大変よそう,そう,そうあれを伝える勇気はすごいよって、そう本当に思うある意味だから男気というか男よりも男らしかったというかねそうですそうですそうそうでそれをまたそれもあのアキラはああそうだよねってちゃんと受け止められるというこのねそしてヤマピーがちゃんと言うべきことを言う で私はうんうんって来てマネミはねうんうんってでもマネミもいいところちゃんと言ってくれるしねそうねとてもいい私ミーティングだったと思いますねそうそうそうはいとても良かったです面白かったでもそれまで一切目が合わなくて何か伝えたいことあるだろうなって感じてはいたけどそう思うでそう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 ねはいまあそこに関してねやっぱそうやって言い合える仲間そう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 本当に上目だけじゃないっていうところがやっぱりうん よかったと思いますだからよくねキャンさんとあの山内さんのやり取りとか<う>ヒートアップするところも多々あり、えー、<laughs> 去年のクリスマス会とか本当にすごかったんですよ2人 2> お,お,お互い譲れないみたいな<う>でもそれはお互いそのラジオに対する思いが強いからそこでまぶつかるわけで、うん、けど終わった後に、うん、あれよかったよねってまた2人で話してるわけ 2>,、うん、2人で 2>、うん、さっきのは何だったんだと思いながらそうそうそう本当に ね、あのキャプテンも思うと思うんですけど、サッカーフットサルの時もね、うん、相手本当に殺したのかと思うぐらい足。行くじゃないですか。うん、けど試合終わったら、うん、あ、あね、お疲れみたいな、本当に。そういう仲間でありたいですよね。そう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 、だから、本当に、ね、ほら。山ピーも、本当に過去一番の素晴らしいミーティングだった、みんなで頑張っていけるねって。うん。うん。本当、それは、<う>ね。 なんかね反省することっていうかやっぱり今現時点でどうしたらいいかっていうところをみんなで話し合ったって感じかな。みんなそれぞれが一生懸命だからそれがうまくあのコミュニケーションが取れてないとすれ違うわけですよ。そううするととちょっとこうそれが と爆発したりする一番やっぱもうそこで言ってくれるか言ってくれないかね関心がなかったら多分無関心のまま本当にあの言わなきゃ楽だもんね。弾けばいいだけだからね。だから今日本当にアイスラジオでこれはちょっと言いたいなと思ってですね。ちょうどね一人でやってるって聞いたからねちょっとこれは思いを伝えねばと。うん。そう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 本当そう。 だからいいと思う。本当によかったよ。今日それを、そのあの場、あの場も本当泣きそうだった。ねっじゃん。もうみんなハグしたいと思って。ねえ。僕なんて今泣いてるから顔出せないんですよ、今。もう号泣ですよ、号泣。もう涙で目ん玉が取れてます、今ね。はいあねえ、ミンさん、こんばんは。今も終わったから歩いて帰るかタクシーに乗るか迷い中。歩いて帰ろう。今日でも寒いからタクシー乗って。いや。 タミさん、マシなんで歩いて帰ったほうがいいです。<laughs> ね地元で飲んでんだから絶対。ね埼玉の呉さん、うん、ほんとほんと会社ではほとんど自分出さない新人の子とか若手の子くらいかなーうーんだからねみんなねほんとねコミュニケーションっていうものをね学んだらねほんとにみんな楽楽しいねほんとは人と関わるのって、うん、でもそのねコミュニケーション取る前に自分を知るってことが絶対的に大事。 うん自分が何が好きか何が苦手か何が得意かこう言われたら嫌だなとかさいろいろいろんなのがあるじゃん自分のそれをね面倒くさくなってしまったらもうだめだねわかる向き合うことだねやっぱ自分に対しても相手に対しても向き合うってことを面倒くさがったら余計にねえらいことになっちゃうね コミュニケーションって絶対大事、うん、だから私も子供ともコミュニケーション大事だしねみんな家族とか友達全部やっぱコミュニケーション大事よ、うん、ねはい今日はとてもいい、はい、ミーティングと<っ>今日はこの時間ともう今日もう本当一日皆さんありがとうございますね幸せいっぱいでラジオやっててよかったなって今また思ったねえー、本当に 皆さん、僕とヤマピーの銅像を楽しみにしてください。<laughs> <laughs> どうぞね。ね。何茶色に塗ってさ箱の中にこう埋めてさ、うん、みんなでパイ,パイ塗りとかしようよ。<laughs> やろうそういうの、楽しいの。<laughs> なん何<に>メイク崩れているもんな、アキコって <laughs> <laughs> 顔出さないから、ね。そう。 チェッカーズムソさんも楽しみです。カチューシャつけていいですかいいよいいよつけちゃおうよ。<laughs> みんなでやろうよ。<laughs> あもうエンディングですよ。<laughs> 早くもうめっちゃいい話。神会だね。ね神会だ,、ね、<laughs> だね。今日はみんな本当にありがとう。え、うん、もう本当にありがとう。うんこ投げないよ。<laughs> うんこ投げようか。うんこ投げよう, <laughs> 投げようか。<laughs> 山内さんもキラキラさんも本当にすごいと思ったよ。<ぁ>うんよかった。本当によかったね。すごかったね。 やっぱね、そうそう、追いかけてる背中の先輩がいいですからね。そうですね。ね山内さん、これからもよろしくお願いします。成田さん、遅いじゃあ、それでは皆さん、はい、<laughs> またこの一週間、自分を愛して、来週会いましょうーまたね,ーね<ー>バイバイキーン <laughs> イエーイイエーイうんとらーめっちゃ <laughs> ホーリーデイイエーイめっちゃホーリーデイいやー、み皆さんありがとうございま,ました。引き続き、かなこのアイスラジオ、そしてかなこのチャレンジラジオ、よろしくお願いします。今日告知しようと思ったけど忘れちゃった、もうみんな。ね、でもいいよ、全然。みんなこの時間がありがとう うん。なるとらわざとだからね。やらかした美味しいところ最後持って行きよう、行こうとするタイプ。ありがとう皆さん。本当アイスラジオに参加してくれたみんなあったかいね。そうなの。今日なんかすごいフルメンバーが来てくれた気がして。すごい。もう視聴伸びてましたけど。ジュンジュンさんも。ジュンジュさんも来てくれても本当。ねジュンジュンさんね。昼間も夜も。じゃあ今度明日めいいね。うん。 スタメンだね。<laughs> スタメン、スタメンシールあげるね、じゃあ、みんな。<laughs> <laughs> スタメンシール。スタメンシール作るわ。スタメンシールあげるね。豚麺もちゅき。<laughs> 本当にこうちゃんよ。代打、俺、泣いてるし <laughs>、うんうん。もうね、やっぱりね、通りすがりのおじさんです。でもみ、みんな、その、いいよ、みんな、ありがとう。じゃあ、また。 次はか <laughs> じゃあまたね皆さんおやすみなさい <laughs>